はいどうも、ゆだいです。はい、今日もね、ゆひとボールやっていきたいと思います。ということで、今日はね、木曜日ですので、メンテナンスね、明けましてガチャ来てますので、今日もね、ガチャやっていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、なんかしらイベントは来てそうですね。来てましたね。うん、なんかアーセナルのイベント来てましたね。はい。まあ、そんぐらいか。うん。なんか、新しいイベントっていうのが、まあ、アーセナルのやつぐらいですかね。うん。そうですね。はい。なんで、まあ、早速ね、ガチャの方、見ていきたいと思います。ちょっと飛ばしますね。はい。ということで、ガチャの方やってきました。はい。まあ、今回は、これ、ショータイムと、週刊チャンピオンズリーガチャと、週刊 FP ということで、はい、まあ、これは、まあ、今週の、月曜日に来てたということですかね。はい。で、まずこっちですね。これは、プレイヤーオブザイヤーということは、まあ、バロンドール。まあ、今回ね、まあ、ロドリがバロンドール選ばれて、まあ、いろいろね、じゃ物議を醸したバロンドールなんですけど、はい、まあ、今回ね、ロドリ受賞ということで、これ、1、2、3位かな。うん、ロドリ、ビニシウス、ベリンガム。はい、来てますね。で、あとの、この後のメンツたちはあれなんかな、あの3位以下の選手ってことなんかな、まあ、ドフビク入ってたんか、バロンドールに。ちょっと分かんないけど、詳細の方は。特に何からピックアップとかは書いてないね。はい、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、結構でも、このロドリ、そうやね、まあ、多分フォートレスのロドリとか、ショータイムのビニとか来てると思いますけど、まあ、何が違うって言われたら、多分このね、ブースタートークンがもう一個つけれるよっていうところだと思うんで、まあ、こっち、まあ、そうやね。まあ、強さ的には、まあ、こっちの方が強いと思うけど、まあ、そこまでめっちゃ差があるかって言われたら、そうでもないような気もするんよな。まあ、明らか強そうな気もするけど、まあ、これはね、使ってみるのは分かりませんが、まあね、あのお金に余裕がある人は引いてもいいんじゃないかなと思います。ということで、早速ね、週刊 FP とチャンピオンズリーグの方を見ていきたいと思います。はい。まあ、今週はね、2つあるんで、まあ、いつも通りね、まあ、僕がピックアップした3選手を見ていきたいかなって思います。ということで、最初はそうですね、チャンピオンズリーグの方からやっていきたいと思います。はい、まず1人目、ハフィーニャですね。はい、まあ、ヌエゼメから飛び出しということで、今ね、フリックの元バルセロナが、まあ、調子良くて、その中の、調子がいい選手ということで、はい、まあ、ハフィーニャはね、結構ね、フリックになってからもだいぶ活躍してんじゃないかなと思います。はい、なんか毎試合のごとくゴール入れてる気がしますね。はい。で、ブースターの方がストライカーセンスということで、これ、オフェセント決定力と瞬発力が上がるんですかね。はい。で、まあ、2列目から飛び出しなんで、そうですね。まあ、普通にサイドハーフで使ってあげるのでもいいし、まあ、普通にウィングでも使えると思いますが、多分、だいぶ初期の、ハフィーニャよりかはスピードがちょっと遅めやと僕は思いますけどね。まあ、それでも TSA 90を超えてくるんで、まあ、非常にいいのかなと思います。はい。で、スキルの方は、まあ、根下、そうですね。はい。まあ、切れ込んでからの根下になるんかな、ゲーム上では。はい。で、結構ね、ネイティメカーメン飛び出しってなんかあんまりね、まあ、そういうことラインブレーカーとか、まあ、チャンスメーカーみたいな、まあ、明らか分かるような動きあんましてせえへんから、ちょっとね、分かりづらい。ちょっと使いづらいっていうか、まあ、ちょっとやりづらいスキルではあるかっていうところですね。まあ、普通に僕の中では、当たりだと思います。はい。まあ、スタミナもあるんで、前後半ね、ぶっ飛ばしてもいけるっていうことで、はい。はい、ハフィーニャね、1人目。はい、じゃあ次2人目いきたいと思います。はい、じゃあ次2人目、マテウス・ヌデスということで、まあ、今回ウイングストライカーということで、まあ、最近ね、マテウスよくね、ウイングで使われることが多いんですけど、まあ、それこそ直近で言うたら、まあ、今朝のね、スパーズ戦、カラバオカップのスパーズ戦でも左ウイングでね、使われてて、あ、意外と足速いね、みたいな。アーチーグレーをね、ぶっちぎってましたけど、まあ、アーチーグレーもね、そこまで足は速い選手ではないんですけど、まあ、それでもね、意外とヌデス速いなっていうのが、はい、分かった試合なんで、まあ、ウイングでも、
全然活躍できそうな選手ではあるんで、まあ、これからね、まあ、結構ウィングで使われそうやなっていう気もしますね。はい、で能力値は、テクニックということで、まあ、ドリブル系の数値と、まあ、パス系の数値もね上がるのか。はい、まあ、ボールコントロールドリブルがこれ90超えてきますね。でこれスタミナも90超えてくる。スピードがね、まあ、もうちょっとさすが90は言い過ぎが、まあ、そうか、まあ、TS 入れたら87でスピンションも88いきるんで、まあ、悪くないと思う。はい、で、まあ、逆足精度がね最高なんで、まあ、左足でもね、クロス上げるよって感じですかね。はい、でスキルの方少ないな、まあ、少ないでも少なくても、まあ、ワンパス、ルーパスとピンクロついていただけましたかな。まあ、でも僕は、この今までね、あのヌネス、まあ、ウィングでも出てきたんですけど、まあ、チャンスメーカーのヌネスなんで、はい、まあ、今回ウィングストライカーということで、はい、まあ、欲しいですね。ちょっとなんていう、まあ、ウィングで、使われだしてからちょっと注目してる感じなんで、はい、ヌネスね、欲しいかなって思います。はい、ということで次3人目いきます。はい、次2人目、モーガン・ロジャースということで、はい、アストンビラからね登場ということで、まあ、今シーズンから加入した選手なんかな。で、まあ、ちょっとね今メキメキとちょっと頭角を現している最中ですけど、はい、まあ、能力値はそうですね、まあ、微妙やな。で珍しくナンバー10ということで、まあ、でもナンバー10も今だいぶなんていうかな、動き方が多分変わってるから、まあ、やれ、まあ、ナンバー10でも使いづらくはないのかなって思います。はい、でこれグラッパ決定力80超えてくる。でキック力とフィジコンも80超えてくる。悪くない。で、まあ、身長も185とあるので、まあ、ボールキープとかもですね、してくれそうな気します。はい、でスキルの方は、ワンパス、ルーパス、ピン、クラウド、スピンキックということで、そうですね、まあ、左部位、まあ、そうやね、まあ、そのこの本的性通り、あの左サイド、ウィングでもサイドハーフでも使ってもいけるんじゃないかなって思います。アートスピン持ってるから、まあ、アートスピンからのクロスとかもねいけそうな気します。はい、で、まあ、基本ワンパスルーパー持ちなんで、まあ、トップ下で使ってあげる方がいいのかなと思います。スタイル的にもナンバー10なんで、はい、まあ、ロージャースね、はい、まあ、あくまでねこれ僕がちょっと気になってる選手を、はい、見ただけなんで、まあ、こいつめっちゃ強いっていう感じでは選んでないで、まあ、選んでないでね、そこの方は、ご了承くださいということで、はい、3人目ね、モーガン・ロジャースでしたということで、次ね、週刊 FP の方いきたいと思います。はい、じゃあね、週刊 FP の方1人目見ていきたいと思います。はい、まず1人目はね、シャル・ドケトラールということで、まあ、デケテラエみたいな呼び名でもありますね、この人選手は。はい、まあ、アトランタで、トップ下2列目から飛び出しということで、まあ、そうですね、身長ある割には、まあ、ドリブル数値ありますよと。はい、まあ、そうやね、まあ、使ってあげるならトップ下かな。で、まあ、瞬発がそこまでないんで、まあ、もしかしたらちょっとのっそり感があるかもしれないけど、まあ、フィジコンとボディコンがまあ80近くまで上がりそうなんで、まあ、ある程度のボールキープはしてくれるのかなと思います。はい、でスキルの方が、ワンパス、パスでコンガス、バックスピンにアウトスピンで低弾道ローブということで、はい、で僕はねこれ何に注目してるかというと、このコンディションの波なんですね。EL 優勝した時か、その前の時に出た、デケトラエは、まあ、コンディションの波が大きいんですよ。で、まあ、基本この選手ね、多分ノーマルでもそうだと思うんですけど、まあ、コンディションの波が大きいんで、まあ、ちょっと扱いづらいっていうところもあったんですが、まあ、今回コンディションの波小さいっていうことで、まあ、C 環境でもね不調にもなりづらいということで、はい、まあ、そこで僕はこの選手選出してます。はい、波がね大きいから小さいに変わったということで、まあ、スキルも悪くないけど、まあ、でも能力的に言えばね、まあ、普通なんですよね。まあ普通なんですけど、まあ、全然ねやれんことはないと思うんで、はい、しかもセンターフォワードでやれる感じなんで、まあ、センターフォワードでもありなんじゃないかなって、はい、思います。はい、ハイタワー要因でね。はい、ということで1人目ね、デケトライでした。はい、ということで次2人目いきます。
はい、次2人目ペドロネトということで、はい、今回ね、僕ウルブスの時のプレミアのねガチャでネト出てきたんですけど、多分そっちの方が強いような気するんすよね。なんせ100いくから、そっちの方が強いと思うんですけど、僕ね、前までノーマルのねネット使ってたことあるんですけど、ノーマルでもね十分強かったんですよね、なんか知らんけど。結構ねネットのねドリブルの仕方が好きなんですよね。結構前傾姿勢で、身長小さいけど、なんていうんですかね、なんか潜り込んでいくみたいな、相手の懐に潜り込んでいくようなドリブルしながらね、前進んでいくんですよね。でしかも結構ね馬力あるっていうか、簡単に倒れないっていう点で、結構僕ねウルブスの時からネット好きでしたね。はい、で今回ねソーネット登場ということで、コンカスルーパスピンクロということで、そうですね、使ってあげるなら右サイドの方がいい。その力強いドリブルでね切り込んでいけるんで、はい、そっからコンカとか全然やれると思います。でしかも結構本適性が広がったね。センターフォワード前ついてたっけ、ちょっとわかんないですけど、センターフォワードでもスピードね、生かしていけるのもいいと思いますが、どっちかって言ったらサイドの方が、右サイドねの方がいいかなって思います。はい、ってことで2人目でした。ということで次3人目いきます。はい、ということで最後ね3人目はケナン・ユルディズということで、はい、インテル戦かな、後半から出てきての2得点ということで、多分スーパーサブついてるよね。はい、ついてますね。はい、でつければワンパスルパスと、ワンシューはついてないんか。はい、でそうですね、能力値は、あいつに似てるわ、よければしちゃうわ、レアルの同じトルコ出身のやつ、ちょっと名前はギュレル、ちょっとギュレルっぽい能力値してるかなって僕は思います。はい、で、逆足精度最高なんで、右足でも蹴れるけど、コンディションの波が大きいんで、評価 A とか B の時ぐらいしか使う時がない、C 環境の時はちょっと使いづらいかもしれないですけど、結構ね、ユベントスでも結構活躍してるしね、チャンピオンズリーグでも活躍してたんで、A とか B とか評価なりやすいんじゃないかなって、はい、僕は思うんで、持っといて損はないのかなって思います。そうですね。なんで、ガチスカって言われたら多分そうでもないと思います。はい。そこまで圧倒的な強さはないですけど、ってところですかね。はい、そうやな、普通やと思います。ハズレではない。そんな感じですね。はい、ということで、紹介して終わりました。ということで、どうしようかな。今、周回 FP の方にね、はい、いるんで、周回 FP から引いていきたいと思います。はい、僕的に欲しいのはね、そうですね、ネットね、注目してるって言ったんですけど、ネットは持ってるからいいわ。デッケトラールとユルトゥズと、そうですね、ハキミとかアクトゥルコールとか、そういいかな。基本多分、でもそうか、ルイ・シューバとリカルド・ペピ以外はいいんじゃないかと思います。はい、補足ですけど、ガブリエル・サウラちょっと一瞬見ましたけど、僕の中で隠れ当たりかなって思います。はい、ということで引いていきたいと思います。今回のガチャはね、結構、メンツは渋めな気する。あとね、レバー何回出てくんねんって、お前。めちゃくちゃ出てきておりますか？誰ですか？ハキミね。はい。こういう時にね、一番先頭の選手が当たるっていうね。ハキミね。悪くはない、全然。はい。ということで、次ね、2回目引いていきたいと思います。ちょっと電波悪いかこれ。ちょっとつながり悪いね。はい。はい、2回目ね、いきたいと思います。はい。さあ、誰ですか？誰だ？いいね、デケトライアル。いいんじゃない？はい。
今のところいい引きしてます。はい、これね、コンディションの波小さいっていうのがかなり僕の中では大きいですね、この選手。はい、ということで次3回目ね、引いていきたいと思います。そうだな、まあそうだね、ユルドゥスかな、欲しいのは。うん、あんまね、僕これガチャの演出あんまよく分かってないんでね。さあ誰ですか、ダリア、ユルドゥス、生きた。今期やばい、今期ちゃう、今週欲しい選手は全員ほぼ当たりましたね。ナイス召喚 FP。 はい、ナイスということで、じゃあ次ね、チャンピオンズリーグガチャに、はい、移ります。はい、そうですね、まあ、チャンピオンズリーグガチャ、チャンピオンズガチャね、僕的に欲しいのはそれ、ハフィーニャ、モーガン・ロジャース、でヌですかね。で、まあ、あと南田選手は持ってんな、なんで、まあ、上田選手ですかね。はい、まあ、ライニンダースもね、強いよ。あの、周回 FP 使ってたことあるけど。はい、まあ、あとはちょっとわからん。うん。はい、ということで、早速ね、聞いていきたいと思います。はい。あー、間違えた。はい、ということで、1回目ね、引いていきたいと思います。まあ、ガブリエル・マルティンにね、まあ、そうですね。まあ、僕、ネオ・マルしか持ってないんで、まあ、当たっても、うん、いっちゃいい。さあ、1人目誰ですか？これ花火の時誰なの？あ、モーガン・ロジャース。はいはいはい。今週欲しい選手ことごとく当てていくね。はい、ナイス。だこれからね、活躍していく選手かなと思いますんで。はい。ということで次さ、2人目ね、引いていきたいと思います。はい、まあ、ハフィーニャね、ほんまに絶好調やから。うん。なんでハイライト打ってしまったんやっていう後悔ありますね。さあ、誰ですか？お、上田選手。はいはい、悪くないです。でもね、上田選手あれなんですよ。今節でね、出たんですけど、多分また怪我してしまったんかな。うん。っていう感じなんでね。まあ、いいでしょう。はい、ということで、3人目引いていきたいと思います。はい。ハフィーニャ当たればいいかな。うん。ハフィーニャか、まあ、マルティネッリでもいい。あ、ヌネスでもいい。絶対ですか。赤誰、あいつか、サバニエルちゃうわ。はいね、リーズのね、ジェグロバ初めて聞いた。25まだ若いね。あー、なるほどね。はいはいはい、まあ悪くはない。はい、ということで、メンバーリストにね、戻りたいと思います。はい、ということでメンバーリストにね、持ってきました。はい、まあ多分これ前回に引き続きいいんじゃないですか、引きは。うん、まあここね、ユルドゥスとデキトライ欲しいって言ってた選手で、まあハキミもね、これまあ何ガチャの中で一番先頭ということなんで、はい、まあ当たりの選手かなと思います。はい、でまあ、チャンピオンズリーグガチャも、まあ、ここね、まあヌネスかマテウス、ヌネスかですね、ガブリエル・マルティネッリか、ハフィーナ欲しかったですけど、まあ、キーパー当てるよりかは全然マシっす。はい、まあ、ジェクロバもね、なんか悪くない能力値してるんでね、はい、はい、まあ、いい感じかなって、はい、思います。はい、ということで今日はね、ここで終わりたいと思います。はい、また引き続きね、動画出していきたいと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では。